はい、こんばんは、久保田木蓮です。今日も広島の福屋八丁堀本店からお送りいたします。今日はこちらのちょうど今のシーズンにぴったりな椿の作品です。私はこの椿が結構好きで、まあ冬の花といえば椿なんですけれども、ぼとっと落ちる花なんで、人によってはっていうかと方もいらっしゃると思うんですが、私はなんかピンピンコロリの象徴だなと思って、ね、100歳ピンピンコロリとかだったら嬉しいかなと思って、よくモチーフとして描いています。この椿もいろんな向きに、お花の向きを変えて、このなんか一生懸命力強く咲いてる様を表現しております。で、背景はこの純金箔でこの門のようなデザインを表現してまして、この扉を打ち破ると向こうの方に広い世界が待ってると、こういう美しいものを愛する気持ちで、こういう広い世界をつかみ取りたいなと思いながら、そういう気持ちを込めて描いております。私日曜まで、在廊しておりますので、福屋八丁堀本店にお越しいただく際にはぜひお気軽にいろんな質問していただければと思います。はい、ありがとうございました。